はい。皆さん、こんにちは。つつみです。それでは今日は LINE 公式アカウントのこのチャット機能のところについて解説をしたいと思います。チャット、こちらを押すと、このような画面に遷移しますで。実際に向こうからメッセージをいただいた場合は、このような形でまあ受信の通知ボタンが来ますので、これを開けると、このように消えますね。この場合は、つつみたきいろさんからこんにちはというメッセージをいただいたと。で、普通はまあこちらで、 このまま、このようにチャットをするわけですよね。で、向こうに、例えば、こんにちはっていうのがこれでいって、今、これ既読になってませんけれども、今、既読になりましたね。え向こうが開いたら、ちゃんと既読になってくれるよっていう形になります。この既読機能もちゃんとありますので、使っていただけるといいかなというふうに思います。で、今回はチャット機能の便利な機能ということで、いろいろご紹介していきたいと思うんですけど、例えば、要対応。あの、いっぱいですね、メッセージをいただくと、 あの中には埋もれてしまうものがあるんですね。返事をもらわないといけなかったりしなきゃいけなかったりするのに、忘れてしまうということが結構あります。ですので、必ずそういったときは、要対応のこれを分かりやすくつけておくとか、逆に、誰々さんのやつ対応しといてっていうふうに上司の方に言われたりとか、もしくは自分の覚えが来て、これ対応したよっていうことでつけると、このように対応済みのボタンをつけることができます。これもう一回押すと、普通に戻りますね。 これまずすごい便利ですで、えー、ここ今「堤武宏」っていうふうに出てますけれどもここがねあの例えば武さんとかってあのニックネームで最初ね来ている場合もありますあでもこの人は堤さんだから堤武宏さんっていうふうに変更しておいた方が分かりやすいなっていうふうに思われた場合はこのように堤武宏っていうふうにこの手動で返信をあの変えることができるわけですね。 はい、そして、このタグというのがかなり便利になります。例えば、堤さんが1月の7日のセミナーに参加されたよっていう場合、知りたい場合は、このようにタグをつけることができるんですね。これは10個までここにつけることができます。例えば、他にも、まあ、苦りますかね、えー。20代とかでもいいですし、こうね、タグを付けたい場合は、ここでつけることができるよと。で、実際に、 ここで1月7、セミナー、あ、今出ましたね。セミナーってやると、ここで検索したとすると、そこのタグが付いてる人がバーっと一覧で出てくれますね。で、ここ、堤さんが出てくると。で、このような形で、タグを付けておくと便利なことがあるので、付けておくといいかなというふうに思います。あと、ノートは、これ、覚書きみたいな感じで、あのこちら、相手には公開されません。なので、堤さんの 情報みたいな形で、こう、優しいとか <laughs>、何だろうな。わかんないですけど、LINE 公式アカウント、よく使っているとか、この顧客の情報をこうやって記入しておくといいかなと思います。これは、あの、うちうちだけですね。スタッフだけで見れるものになります。メッセージはここからしていきますけれども、ここでファイルを添付することもできるし、 えー、定型文という形で、ちょっとこれねあの、耳慣れないものなのかなと思いますけれども、実はこのチャット設定というところですね、この歯車マークのところで定型文というものがあります。でよく使うものなんかは、もうここにあの置いとくといいんですよね。例えば振込先がこう書いてあって、タイトルちょっと振込先っていうふうにしておきましょうか。こんな感じ。で、これを じゃあ,あの、セミナー参加しますっていうふうにチャットでメッセージが来たときに、振り込み先を教えたいと。でそんなときに、毎回振込先を打ってるとめんどくさいので、この定型文を今、入力してやって、これね、エンター押すと、ちゃんとこのまま入るんですよね。これ、めちゃくちゃ便利です。ですので、定型文は、これもう何個も作れますので、ぜひ、たくさん置いといていただけるといいかなと思います。 あとはついでなんですけれども、こんな形でタグ、どういうタグが何人についてるかっていうのも、ここで実際に調べることができます。はい、そしてチャットのまあ設定なんですけれども、送信するときですね、メッセージを送信するときに、エンターで送信するのか、コマンドプラスエンターで送信するのかみたいな、開業と送信のこの方法ですね。それからメッセージが えー、来た時通知が来た時のメッセージが来た時の通知方法で営業時間、まあ、これね営業時間をここで設定するとそれに基づいて応答モードをどうするのかっていうふうに設定もできますので、まあ、こちらもちょっと参照にしてください実際にここをタップするとこのように営業時間を変更することが可能ですはいそしてチャット履歴のバックアップということで CSV ファイルでこのチャットの このそれぞれの人とやり取りしたのが、ここをダウンロードすると作成をすることができます。ただし、1週間に1回のみなので、これは注意をしてください。はい。で、ダウンロードボタン、作成をした後、ダウンロードボタンを押すと、パソコンにダウンロードができるようになります。よろしいでしょうか。はい。ということで、これがまあチャット機能になります。まあ、ただチャットといっても、 本当にやり取りをするだけのチャットではなく、かなりのことがこれでね、あの、顧客管理も含めてできるかなっていうふうに考えております。なので、ぜひぜひこのあたりも、ちゃんと活用してくださるといいのかなと思います。ところでですね、あの、ま、これもちょっとご紹介しようと思ったんですけれども、向こうからブロックされる分には別に LINE ってよくあると思うんですが、こっちからブロックしたい人っていうのもあると思います。そんな時には、このね、アイコンの右上のスパムに設定っていうのを押すと、 これも実は相手のことをブロックできたということになりますので、ちょっとまあスパム削除しておきますけれども、今、ここのスパムに設定というところで、いわゆるまあブロックというふうに考えていただければ OK です。このあたりね、ぜひ活用してください。それでは本日はチャットのやり方でした。お疲れ様でした。バイバーイ。